ジブリパークオープンまであと225日でございます。はい、皆さんこんにちは、太田ゆいです。はい、そうなんです。日本中が楽しみにしているであろうジブリパークがですね、11月1日にオープンするのですが、残すところあと225日になりました。早いような短いような。でもオリンピックとかもさ、あと400日とかやって一瞬できた覚えがあるので、ちょっと私的にはもう結構カウントダウンが始まっているんですけど、このチャンネルはもうジブリ大好き日本代表太田ゆいが、このジブリの世界を一緒に楽しんでもらえるような情報でいろいろと発信してきました。で、今年に入っていよいよ開園が近づいてきて、最新情報が続々と入ってきているんです。で、前回ねジブリパークの情報まとめの動画もやったんですけど、そこからだいぶ変わってきたので、今回はねその11月1日のジブリパークがより楽しみになるような情報まとめをお届けしたいと思います。それではジブリパーク情報まとめいってみよう。はいはい、それではですね、まずジブリパーク全体についてからいきたいと思います。ディズニーランドみたいになるのか、それともアトラクションとかはなくて、ほんとそういう街並みを再現するみたいな感じなのかとか、まあ、いろんな憶測が出たんですけど、ジブリパーク自体はですね、宮崎吾朗さん曰くテーマパークではないそうです。なんかこうテーマパークっていうと、例えばディズニーとかだとトイストーリーの世界に自分たちが行って、その世界に入り込んでシューティングゲームしたりとか、夢の世界に入るみたいな印象が大きいと思うんですけど、でもジブリパークっていうのはこの書かれている通りテーマパークではなくって、どちらかというと映画の世界で感じた感覚をこの現実で体験してもらおうっていうのが趣旨らしいんです。だからね、ジブリパークではそういうジェットコースターとかそういうのはないようで、子どものためのアトラクションスペースみたいなのはあるみたいなんですけど、そういうね、いわゆるテーマパーク的な要素っていうのはあまりないみたいです。私たちの世界にジブリの世界が来てくれるみたいな、そういう感覚なんじゃないかなっていう感じがします。ジブリのすごいところってすごく現実に根ざしているんですよね。特に隣のトトロとか本当にみんなそうだと思うんですけど、なんかこう見てると懐かしいというか、昔のあった本当の生活をそのまま切り取って、そこにサツキやメイがいたっていうね、なんかそういう現実世界観がすごく強いと思うんです。今回のジブリパークにおいても、どこか異世界に行くっていうよりかは、この現実世界にジブリの映画の世界観を持ってきて、五感を使ってその世界を堪能していただこうっていうのがコンセプトみたいです。まあ、これがね、あの全体を通してのポイントですね。そして今回もね、さっきも言ったように5つのエリアに分かれているんですけど、今のところ営業形態としてはこの各エリアに入るごとに入場料がいるみたいで、まあ、その価格帯とかはねそんなに高くはないっていう風に言われているんですけど、だってさ、ジブリ美術館も今入場券が大人で1100円かな、だいぶリーズナブルなんです。いや、そう思うとジブリパークもそんなに高くないんじゃないかなとは思っているんですけど、各エリアごとにかかるので、まあ、それがねどうなるのかなっていうところはあります。なんといってもね、今回のジブリパークってめちゃくちゃ面積が広いんですよ。まあ、おそらく私の想像では1日で全部見れないんじゃないかなと思っているんですよ。だから全体で入場量を取るより、その今日はこのエリアを見ようとかで分けられるっていう意味で言うと、すごく良心的なのかなと思ったりします。はい、じゃあそんなね各エリアの、ね、特徴を見ていきたいと思います。一つ目のエリアはジブリの大倉庫エリアです。これがさ、すごいんですよ、ここ。まあ、ジブリの大倉庫エリアっていうくらいだから、もう大なの。大倉庫なんですよ。これは、もともと温水プールがドーンってすごく大きいのがあったんですね。それの中身を大改造して、大倉庫として、いろんなものがね、展示される予定なんだそうなんです。もうこのね、大きさ、まずスケールがめちゃくちゃすごくって、今のところ、ジブリ美術館の4倍の大きさになるらしい。
ジブリパークでけえ。あの宮崎吾郎さんがこの倉庫見るだけで多分 2,3 時間はかかると思いますみたいなインタビューでおっしゃってたんですけど、でも私さ、ジブリ美術館遊びに行くとだいたいいつも4時間とかかかるんですよ、見るのに。でその4倍だから私本当に大倉庫エリアだけで終わるんじゃないかなと思っているんですけど、それくらいね、めちゃめちゃ大きいのがこの大倉庫エリアになるみたいです。でそんなね、広いところに何が入るかっていうと、まず 6.3 メーターの巨大な船が空を飛びます。ハリーポッターかな。これはね、あの天空の城ラピュタに出てきた巨大な船を 6.3 メートルの大きさで再現しますって書いてるんですけど、これは何だろうな、ゴリアテなのかな。結構ね、いろんな船が出てくるから、どの船なのかなと思っているんですけど、まあ、そんなね、なんか巨大な船が丸ごと入るらしいんです。他にも、子供たちが遊べる猫バスがあったりとか、映写室があったりとか、展示室、あとショップやカフェなんかも入るそうです。でこのね、あの展示室が面白くって、結構ジブリ美術館っていうのは宮崎駿さんが過去に描いたスケッチの絵がバーっていっぱいあったりとか、ジブリっていうものがどういう風にものを作ってるのかっていうのがすごくわかるんですね。けどこのジブリパークの展示エリアはそれよりもかなりこの間口が広いらしくって、もしかしたらエヴァンゲリオンだったり新海誠さんの作品なども飾れたらいいなみたいなことをおっしゃってたんです。結構庵野さんは宮崎駿さん作品の風立ちぬで声優さんされたりとか、あとね、細田守さんとかもジブリはすごくお付き合いがありますし、鈴木敏夫さんがあのアニメージュっていう雑誌の編集長をされていたので、本当にね、多種多様なアニメに携わってこられているので、結構このジブリパークにはそのジブリだけじゃなくて多種多様なものを取り扱ってで、すごくこう新陳代謝活発な展示室にするというか、すごく斬新になるんじゃないかなと思いました。これがね、ジブリの大倉庫エリアの特徴の一つです。でそんなね、ジブリの大倉庫エリアには設計する上でちょっと仕掛けも作ってあるらしくって、なんかね、動線が変らしいです。今のところ2階建てになるそうなんですけど、2階から入って1階に降りて、でぐるぐる回ってまた2階から出るっていう風になるそうなんですね。でこれが設計的に言うとヘンテコらしくて、もっとねスムーズにそのお客さんが動けるようにすることもできたらしいんですけど、あえて引っかかりがあるように作りたかったそうなんです。っていうのも、ジブリ美術館にね、行った方はね、わかるかもしれないんですけど、ジブリ美術館は受付入ると、地下1階にすぐ降りるんですね。で、地下1階からどんどんこう、螺旋階段があったりとかして、1階に上がって、2階に上がって、屋上に上がって、みたいな感じでできるんですけど、実はジブリ美術館の動線っていうのは、基本的に時計回りじゃないと上に上がれなくなってるんですね。で、それは宮崎駿さんと吾郎さんが相談されて、時計回りにしようっていうので、こういう風に設計されたらしいんです。なんかね、人間って時計回りの法則的なのがあって、移動する時にね、時計回りに回りながら移動するのと反時計回りに動いていくのだと反時計回りの方がスムーズらしいんです。けどそこをあえて時計回りにすることで思うように進めないというか、より記憶になんかこう引っかかりができるみたいな、スラスラっと入らないようにあえて作っているそうなんですね。それと同じでこのジブリパークもあえてこのへんてこな動線にしてスルスル行けないようにすることで、記憶をこうより濃く堪能したね思いになってもらえるような設計にね、あえてしているらしいんです。でこれはさ、私も知らなくて、ジブリ美術館がそんな風に作られてると思ってなかったからびっくりしたんですけど、これはね、そういう設計とかに携わってこられた宮崎吾郎さんならではの目線でこの大倉庫エリアもね、作られているそうなんです。これがね、一つ目のジブリの大倉庫エリアになります。はい、続いて参りたいと思います。続いてはどんどこ森エリアです。
これはね、すでに始まっていると言っても過言ではないんですけど、サツキとメイの家っていうのが、そのジブリパークの建設予定地にはすでに建っていて、そのサツキとメイの家を中心とした昭和の田園風景をイメージしたエリアになっているそうです。宮崎吾郎さん的にもこのエリアはですね、あんまりその手を入れないらしくって、今あるそのサツキとメイの家と、あと周りにね結構田んぼだったりとか田園風景がもうすでに広がっているので、まあ、この今ある自然をすごく活かしながら、ちょっとこうプラスでトトロのオブジェを建てたりだとか、そういう感じに、ね、なるらしいです。ここはねちょっとその変化があるのかなっていう感じですね。いや、これはね、ちょっと本当希望的観測なんですけど、なんか宮崎吾郎さん的には、このサツキとメイの家で体験をしてもらえないかっていうのをすごく検討されているそうなんです。っていうのも、サツキとメイの家って、ほんとすごいのが、実際にその火とか電気とかが通ってるんですよ。だから、なんか何年か前にね、サツキとメイの家でお風呂に入ろうみたいな、なんかそういうね、限定のイベントがあったらしいんです。で、そのイベントでは、実際にそのかまどのお風呂とかに入って、かまどで炊いたご飯を食べてみたいなのがあったらしいんです。その話をね、宮崎吾郎さんが。できて、民泊じゃないけど実際にそのサツキとメイみたいにこの家に住めたらすごく楽しいんじゃないかと思って、じゃあそういうところも検討したいっていう風におっしゃっているんですね。だからそのオープンの時には難しいかもしれないけど、蚊帳の中で寝れたりとか、お父さんとお風呂で叫んだりとか、もしかしたらできるかもしれません。でもね、隣のトトロは本当にさ、野菜を川で冷やしたりとか、もう今ね忘れられがちな生活ですけど、不便だからこその良さがあるというか、すごく惹かれるものがあるじゃないですか。なんかそういうのが体験できたらすごく楽しいだろうなと思いますね。はい、どんどこ森エリアはねそんな感じで、ちょっとね未来が楽しみなエリアでもあります。はい、続いていきましょう。続いてのエリアはですね、3つ目、青春の丘エリアでございます。私このエリアはすごく個人的に楽しみで、っていうのもね、私が大好きな耳をすませばの世界観がすごく投影されたエリアになるそうなんです。もう私さ、もうジブリ作品もどれも好きなんですけど、耳をすませばすごく好きな作品の一つで、もうさ、なんかこう誰もが通ってきたあの青春の感じをほんと見事にアニメーションにされたやつなんですけど、まあ、そんな耳すまがね、ここには投影されると聞いてすごく楽しみです。これね、概要としてはジブリパークの玄関口になるエリアになっていて、象徴的なエレベーター塔が立つ予定です。なんかね、ジブリパークの立地って面白くって、結構ねこの高低差がねあるんですよ、パーク全体で。この青春の丘エリアはまさにその高いところにあるので、そういうエレベーター塔とかができるんですけど、その耳をすませばってしずくちゃんとせいじくんがこの景色を見下ろすシーンがあったりとか、そういう描写があるじゃないですか。まあ、そんなね高台っていうのを生かして、その耳をすませばの世界を作ろうってなったということで、ここにはねその耳をすませばの地球屋がもうまさに爆誕するらしいです。でしかもね、ただ地球屋がね建てられるだけじゃなくて、何がすごいって、これ中まで完全に再現するらしいです。せいじくんがバイオリンを作っていたと思うんですね。なんかそういうバイオリン作りの頃とか完全に再現するらしくって、バイオリン職人を目指してるせいじくんのお家に本当にねお邪魔できるような感じらしいです。私もバイオリン作りの現場なんて見たことないので、これすごく楽しみですよね。でまたこの地球屋の横にはですね、この同じ原作者の作品でジブリ作品でもある猫の恩返しがあると思うんです。耳をすませばの月島しずくちゃんが大人になって描いた作品がこの猫の恩返しに位置するんですけど、まあ、そういうつながりもあって、この地球屋の隣には猫の恩返しに出てきた猫の事務所っていうね、すごくちっちゃいバロンたちのいる事務所があるんですけど、それも再現されるそうです。これはね、劇中と同じくかなり小さめに作るそうなので、中には入れないみたいなんですけど、その窓から中が覗けるようになっていて、バロンたちの部屋がね、そっくりに再現されるそうです。
実際にいるのかな、バロンとか立ってんのかな。それこそさ、大倉庫エリアとかも不思議の街が再現されるわけだけど、街中に顔なしがいるのかなとかちょっとね、その辺はまだわかんないので、ちょっとどうなるのかなって感じですよね。なんかこれね、もう結構有名ですけど、魔女の谷エリア、来年ですね、オープンする方のエリアでは、お園さんのパン屋さんが実際に入って、そこでパンが買えたりとかするらしいんです。まあ、それ以外にもギブリーズっていう限定の DVD だけで見れる、その、まあ、幻のね、作品的なのが一つあるんですけど、そのギブリーズでカレー屋さんが出てくるんですね。ちょっと激辛みたいなカレー屋さんが出てくるんですけど、それもなんかね、入るっぽかったんですね。もしかするとそのギブリーズのカレーも食べれるのかなと思ったり、いわゆるジブリ飯もレストランとして食べれたりするかもしれないので、そういうところもね、ちょっと楽しみなんですよね。けどね、ほんとこの3エリアの紹介からもわかるように、土地の特徴と作品との親和性をすごく測ってるなっていう風に思いました。田園が元から広がってるから、じゃあここでトトロの世界観を再現しようとか、今ある自然と作品をこのリンクさせて作られているのがすごく伝わってくるので、工事前の公園を知ってる分、どんな風に変身するのかがすごく楽しみですね。いやー、ちょっとどうしよう。いや、ちょっともうチケット取れるかなとかね、すごい心配だな。そこがチケット取れなかった、どうしよう、どうする、次の年とかまで私行けなかったら大丈夫かな。チケットが取れますようにお願いします。まあでもそんなね、楽しみは尽きないジブリパークが今年オープンされるので、とも工事がね、ぜひ無事に終わることを願いつつ、どんどん情報は更新されていっていますので、まあ、このチャンネルでもね、みんなで、ね、楽しみにしていけたらなと思います。というわけで、今回の動画も良かったなとか、来たいなと思ってくれた方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。というわけで、また次回の動画で元気にお会いしましょう。それでは、またねー。